もしもし、おはよう。あ、卒業できた。おめでとう。あ、ちょ、俺さ、ちょっとまだ分かんなくて、単位修得状況の、欄あんじゃん。あそこに卒業って書いてあるんだよね。卒業の時は。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、ちょっと学籍番号のもちょっと見てみるわ。あ、じゃあねー。あー、なるほど。履修の段階でもう、じゃあ留年は確定してたっていうことですか？あ、そうなんですね。わかりました。どうしようもない感じですよね。すいません、ありがとうございます。失礼します。もしもし、ごめん、仕事中に。今日、卒業発表だったんだけどさ、卒業できませんでした。今まで学費も全部払ってもらって、育てていけたのに、こんな形で返してしまって、本当にごめんなさい。卒業式、来させられなくてごめんなさい。いや、そもそもの単位が足りてなくて。ごめんなさい。普段朝散歩なんてしませんが、一人大空の下でコーヒーを決めたくなりました。世界の広さに思いを馳せ、留年がいかに矮小な出来事であるか自分に言い聞かせます。留年した朝のモーニングルーティーンはこんな感じです。大学5年生頑張ります。ムラムラしてきました。